皆さんご機嫌いかがでしょうか？爽快キックです。今回もね、レトロゲームをレトロフリークにインストールしていきます。はい。ファミコンカセットですね。今回インストールしていくカセットはこちらになります。はい。さて、こちらね、レトロフリークくんが、起動中です。はい。まあ、それで本日はね、特茶をいただいております。はい。さて、シャーザクくんがね、結構かっこいいじゃありませんか。ね、腕がない。うん。満身創痍のシャーザクですね。さて、現在ね、ファミコンソフトは16本入っております。またね、ニュースで聞いたんですけど、まあ今ね、外国から日本に来られてる方が多くて、その旅行客が、やっぱりね、レトロゲーム、ファミコンカセットとかをね、まあ買い漁っていると。まあそれでどんどん、海外にね、ファミコンカセットがもう持ち運ばれていってると、なくなっていってるらしいですね。ね、ということなので、まあ、海外の、まあ、レトロゲームファンのね、需要が、俺らの実況にある可能性もあるかなと。ということで、ね、今回サムネ英語でいきましょうか。なんて入れたらいいの？ I install ファミコンカセット in レトロフリークでいいの？ねえ、どうでしょうかね。まあ、外国人向けに作ろうかな。ねえ、最近はだから、字幕もちゃんと出るじゃないですか。ねえ、コンピューターの AI ですかね。おいらの日本語をね、英語字幕に変換してくれて、英語にね、勝手に翻訳されているので、わりかし精度も上がってるんじゃないですか。おいらもはっきり言葉を喋らないといけないんですけど、ねえ、競馬ゲーム実況なんかはね、専門用語を使うので、なかなか難しいんですよね。なんかハキハキ喋らないといけないのかな。さて。まあ、それで前回最後の方ですけど、映像がね、縦画面になってましたね。びっくりしました。ね、最近ね、編集ソフトがおかしいんですよね。なんかいじられてるようでね。まあ、キングされてるのかなっていうね、そんな思いも抱いてるんですけど、まあ、最近よくあるって聞くじゃないですか。ねえ。まあ仕方ないのかなと思ってね。自分で操作ミスして映像が縦向きになるってことほとんどないと思うんですよね、可能性的にはね。多分俺らがミスでしたわけではなくてよくわからないんですけど、誰かわかる方いますかね。まあ気を取り直して始めていきましょうか。さて、今回はね、まずはシューティングから行きましょうかね。はい、こちらです。アーガス。ジャレコですね。クソゲー排出メーカー。こんなこと言ったら怒られるよね。やっぱりジャレコさんっていうとね、萌えプロのね、萌えプロ野球のイメージが強いですから、ねえ、やっぱりね。はい、一発で入りました。さすがジャレコ。1986年4月17日ですね。うん。割かし早めのね、って言ったらいけないんだね。割かし早めの時期に発売されたファミコンソフトですよね。まあ、シューティング全盛時代でしょうか。まあ、始めていきましょう。これがね、一度実況を撮ったことがあったんですけど、コメントでね、教えていただいて、この影があるじゃないですか。影と、何かを重ねて機体がパワーアップするっていう話を聞いて、まあ、ちょろっとやってみてね、まあ、成功したりもしてね、あ、こんなことができるんだ、みたいな。全然しませんでした。アーガスは、俺は当時はやった記憶がないので、やっぱ皆さん詳しい方いますよね、教えてくれるんでね。これ意外と難しくてね、アーガスってね。舐めてたらやられるなって、下待ってないな。まあ、左右に移動しながらね、行きましょう。まあ、意外と移動しないと、ね、やられるのかな、っていう。まあ、操作性は、まあ、いいですね。この影があるじゃないですか。意外とね、これ、難しいんですよ、これ。影をね、合わせるんですね、このあたり。ああ、難しいね。あった。よし。これ、ロボットになるんか？無敵になるんかな、これ。うまく成功しましたね。当たったらあかんのか。お、これは最高だ。ね、なんか、いきなり、成功してしまいましたね。いいところ見せられたら。
こういうのはやっぱり見せとかないとね、無敵ですね。あ、大丈夫、よーし。ちょっと待って待って待って。これ無敵なんですかね、まだ。なんか、これは何でしょう。よくわからない。あ、戻りましたね。はい。ね、こういうところを見せられる人がね、やっぱレトロゲーム実況者にふさわしいと思うんで、オイラーとしては満足ですね。あとはボスまで行きたいんですけどね。確か一面のボスいたと思うんで。ねえ。やばい。これはやばし、やばし。よし。あ、ボスですかね。ねえ。こういうの、やっぱ倒さないとね、やっぱり。やっぱかっこいいところも見せないといけないんで、俺ら競馬ゲーム、競馬ね、予想とか上げてるんですけど、外れてばっかりで、それで視聴者の方が離れていったのかなと、最近なんか思い始めて、やっぱかっこいいところも見せないといけないのかな、みたいな。ダメなところを見せていってしまったんで、それが、でも、難しいな。ねえ、どうなんですかね、おっさん的に、まあ、氷河期世代のね、落ちこぼれなんで、なんかかっこいいところはね、見せられないんですけど、ね見せられるわけがないんですけどね。これなんだこれ。あ、何ですかこれは。やっぱりその、対地法を炸裂させないといけないのかな。対地法っていうんかな。まあいいか、はい。まあいいところをね、お見せできたんで、ボスは倒せませんでしたけど、まあ良かったんじゃないかなと。はい。あ、これはロックになってますね。よし。はい。アーガスでした。あ、これはもう有名なカセットですね。これ、リメイク出ましたよね、これ。ね。なんだと思います。リメイクが出たソフト。オレンジ色のカセットです。じゃじゃーん。フォーメーション Z。こちらもジャレコさんになります。こちらもなんかロボットに変形するやつですかね。ね。あ、これも一発で入りました。はい。多分メリカリで買ったやつだと思いますね。カセットがすごい綺麗なんで。フォーメーション Z あたりはね、高値で売れるかもしれませんよね。どうですかね。これ変身するので、ちょっと変身の仕方がわからない。飛ぶんですよね、これ。ちょっと待ってください。全然変形の仕方がわからないんで、セレクトかな。全然わからないんだけど。あれ、どうやるんでしょうね。ちょっとわかりませんね。これ飛ばないとね、一面クリアできないので。ちょっとわかりませんね。十字ボタン押してもダメだし、スタートか。これ踏んだらいきませんよね。あれ、どうやって変形するのかな。わかる方います。こういうのをね、生放送だったらできるんですけど。まあ、ガチャ押しでなんかなるかな。なんもならん。なんでやろうね。なんか十字ボタンと組み合わせるとか、まあ、押しっぱなしですか。あ、A ボタン押しっぱなしだ。長押しだ。はい、わかりました。はい。これ多分87って燃料だと思うんで、これ燃料が途中でなくなるのかな。ねえ、もっと欲しいんですけど、大丈夫ですかね。あ、これ、面白いね、これ。そこまで難易度は難しくない感じがします。なんとかね、太平洋を渡り切りたい。まあ、太平洋じゃないと思いますけど。太平洋のわけないよね。あれ、まだかな ?34。やばいですね、これね。結構。あ、なんか、スピードがね、遅くなってきたんで。ちょっと陸地がないから、あ、来た。よし。ちょっと燃料がないですね。燃料がね。これ燃料でしょう。よし、増えた。ナイス。これ地雷だよね。あ、地雷が上がってきた。ああ、面白いね。これ途中からかな。もう渡ったところからですよね。ピラミッドがあってね。なかなか地雷も狙いをつけてきている。スフィンクスがいますね。これ倒さないといけないのかな、これ。
うん。上には行かないんですよ、これね。斜め上に、上には行くけど。危ない。飛ばんでいい、飛ばんでいい。やばいやばい。よし。飛ばんでいい、飛ばんでいい。やばいやばい。やばい。やばい。あ、危ない。危ない。面白いな、これ。フォーメーションセット。ここまで来たの初めてかもしれません。飛べ。よし。うん。やっぱ飛ぶのもね、やっぱり飛行機も使わないと。うん。あ、ちょうどよかったね。飛んでよかったんですかね。これ一面ってすごい長いんですね。これ一面クリアとかあるのかな？面白いな、これ。フォーメーション Z。あー、やめた。失敗した。あー、まだ行きますかね。あ、海の途中からですね。あ、なんかありますよ。これは、敵ですか？うん、ちょっとね、燃料がもうないので、やばいですね。あ、やばい。危ない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 。よし。やばい。前行け、前行け。よし。熱が入りますね、これね。やばい、あ、危ない。9、やばい。これボスか。やばい、ゲームオーバー。うわ、倒したかったな、今の。倒したかったですね。うん。面白いわ。うん。ねえ、エンドルフィンが出るな、本当にね、ファミコンやってたらね。うん。フォーメーション Z も、そんなリアルではやった記憶がないですね。有名なタイトルですけどね。うん。はい、それで。あ、これも有名なタイトルですね。ねえ、またジャレコさんですけど、なんだと言います？ 3D シューティングゲーム。エクステリオンでございます。こちらも確かね、リメイクが出てましたね。現代風になってエクステリオンで。うん。はい。おそらくだから一人の方からジャレココレクションみたいな形でメルカリでね、販売されてたんじゃないかな。ね、1985年2月11日。まあかなり古いですね。うん。まあゼビウスが出たのがね、その1985年ぐらいですよね。84年かな。これ難しいな、これ。疑似 3D みたいなね。うん、これはやっぱりナウイよね。当時これやっぱりやったらナウイと思うと思うわ。ああ、これは俺はやったことがありませんでしたね。俺はその 3D のこういう感じのゲームね、まあスターラスターとかありましたけど、あまり面白いなと感じていませんでしたね。うん、なんかやりたいなっていう意欲もなくて、ね、FPS に関しては俺はもうプレステ時代とか嫌悪感を抱いてましたからね。今でこそね、FPS も操作性が良くなって、まあ遊べるなと思いますけど、うん、今でもまだ嫌悪感抱いてるぐらいで、FPS はやっぱりオイラー世代は苦手な人多いんですよね。うん、こういうだから疑似 3D ですか。まあスペースハリアーとかね、もそうですけど、アフターバーナーとかね、オイラーそれほど魅力を感じてなかったんですよね。そういう方いません。普通にね、ゼビウスとかグラディウスとか 2D シューティングの方が、普通にそっちの方が面白いだろうっていう感じでしたね。そういう人のが当時は多かったんで、ね。これでも未来を感じますね、これはね。うん。なるほど。操作性がやっぱり独特なんで、くるくる回るのがいいんでしょうね。あー、すごいわ、これ。これはね、なんか、1985年のゲームにしたら未来感を感じるね。うん、ねえ、ニュースで見ましたけど、ねえ、外国の方も結構若い方がファミコンやってるんですよね。最近はだから日本のね、昭和の名曲とかも人気があるようで、ねえ、まあ、ファミコンもそんな感じでね、レトロブームがあるんでしょうね。うん、ねえ、昭和のレコードを集めてる方もいますよね。うん、若い方でね。何なんでしょうね。うん、昭和の雰囲気が癒されるんですか？もちろん人によるんだと思いますけど。うん、まあでもこれいいですね。なんか魔物みたいなね。レッドアリーマンみたいな敵ですね、これ。ああ、当たってしまったわ。はい。まあこれはこれでね、未来感を感じます。うん。
未来を感を感じますって。2024年ですからね、今ね。うん。うん。ああ、いいゲームだな。思いのほかいいゲームですね。うん。あれ？なんで？ちょっと待ってくださいね。ああ、そうか。ゲームオーバーで止めたくはないですよね。ねえ。それはないなっていう。よし。でもゲームオーバー画面で全部止めるっていうのもネタにはなるかもしれませんね。ねえ。すごいネガティブな人なんだな、みたいな。さて、こちらはね、どこだったの？台東だ。うん。これは俺ら結構面白いなと思っていて、はい。チャップンポックです。違うね。チャックンポップだ。うん。はい。これは、なんか、小学生の頃に学校の帰り道で、チャックンポップって面白いよなって言ってた記憶がすごい残っていて、うん。1985年5月24日。ただゲーム内容は全然覚えてなくてね、久々にプレイしたらなんだこれみたいな。これがすごいね、難しいんですよね。これどうやってやるんだっけな。そう、爆弾を落とすんですけど、そう、ハートのとこまで行きますね。うん。これが癖のあるゲームでね。うん。あ、こっちじゃなかったか。間違えたかな。これ、ダメか。あ、ちょっと、外れましたかね。あれ、これ、取れてます。取れてんのかな。どういうことこれ。ちょっと待ってよ。どうでしたっけこれ。あれ、おかしいな。これ、取るんでしたっけ。取らないよね。うん。まあ。あ、なんか、倒したわけじゃないんか。なんであっちに行くんかな。あ、自爆になるよね。あれ？ちょっとわかりませんね。あれ？どういうことだろう。ね、BGM がトゥッ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 トゥだけっていうのはね。ね。こっち向きのがいいんかな。あ、ダメやね。なんかどっかから、どこら辺がいいんだろう。こっからか。ちょっと滑りますね。あ、違うね。うまくいかんな、これ。敵出てきたし。いかないわ。これどういうこと？ここしかいかないよね。あ、倒した。よし。もう一回かな。うん。これ、あ、檻が開いてるんで、取れないよ。取れ、あ、やってしまった。あ、ちょっと待って。あれ、ちょっとわからないな。ハートをなんか、檻から出さないといけないと思うんですけど、あれ、何がいけないんだろう。うん。これ何でしたっけね、この白い玉はね。これ何だろう。うん。なんか、混ぜ。わかりませんね。うん。なんであっち行くんだろうな。やばい。難しいな、これ。ちょっとわかりませんね。やばい。じゃ出しながら行こうと思ったらダメだ。あれ、分かれないなぁ。あれ、なんでこんな簡単なことも分からないんだろう。あれ？あ、ここで出せばいいんだ。これで OK やね。あ、なるほど。はい。うまくいきましたね。偶然良かったわ。これでどうするんでしたっけ？あ、戻れないか。これ、難しいの、これね。
あ、そうか、二つとか出せるようになるんだ。へえ、これさえなんか一面ぐらいクリアしましょうか。はい。うん、ここでしたっけね、はい。うん、あ、ちょっとバカ、いけいけいけ、あぶんな、あぶんないね。あ、敵出るんじゃ、難しいなこれな、一面から難しいですね。うん、まあそれでこれはもう向こうに向かったらいいだけやね、おそらくね、はい。うわ、やばい、ちょっと操作が難しいですね。慣れないとね、これ難しいですね。あー、ダメだこれ。うわ、こいつ、あー、いけない。どうしたらいいのこれ。すごい難しいですね。ゲームオーバー。もういっか。ああ、まあ、しごくやってもしゃあないんで。いや、難しいですね。はい。チャックンポップ。チャックンポップ難しいよなーって言ってたんですかね。まあ、それで、こちら、おいらこれ好きだったんですよ。ナムコのファミリーシリーズのファミリーテニス。女の子のパンツは見えません。見えるやつは、モエプロのテニスですね。はい。これがね、確かインストールしてもゲームできなかったと思うんですよね、おそらく。多分うまくいかないんだと思うんですよ。はい、行きましょうね。バグってるんですよね。まあ、おいらスコンチョを使ってました。大体みんなスコンチョ使うんだよね、左利きのね。まあ、弱いので、結構でも女性も強いんですよね。ステッピーで行こうか。はい、可愛い女の子。ね、こうやってバグってしまうんですね。フォルト。ダブルフォルト。難しいですね。久々やったらね。入りませんね。あれ、難しいですね。できないことはないですね。ちょっと厳しいですね、でもね、これはね。はい。まあ一応インストールはできたんで入れときましょう。よし。あ、ロック解除じゃありませんね。はい、OK。はい、最後のカセットにしましょうかね。こちらね、俺は全然知りませんでしたね。妖怪クラブ。これもジャレコさんになります。はい。妖怪クラブ。これは全く知らない。ね、妖怪といえばゲゲゲの鬼太郎がね、まあヒットしましたけど、こちらは何かモデルがあるのかな？妖怪クラブ。1987年5月19日。こちらね、画面が、歪んでるじゃないですか。GoPro で撮影してるんで仕方ないんですけど、カメラ補正っていうのがあって、カメラ補正使えばね、まっすぐになるはずなんですけど、なんかうまくいかないんですよね。それもおかしいなと思っていて、なんだろうね。顔屋敷ステージ1。あ、これはなんか良さげなゲームですね。まあ、これね、ちょっとやったことはあるんですけど、あんま覚えてないね。なんか弾を取っていって、ね、本当に顔ですね。気味が悪い。難しいよ、これ。あ、これ硬い。倒せませんね。倒せんのかな、これ。あれ？あ、入ってきましたよ。幽霊と対戦しないといけない。よし。アイテムがありますね。よし。
これエクスペリエンスかね、経験値ですよね。うん、ね、これアクション RPG なのかな、ひょっとしたらね。これ倒せないんだよね。うん。まあ、パワーが体力ゲージなんでしょうね。ポウがね。ポウがおそらく体力なんで。ドワッと動くというか、左か。あ、タイムもあるんですよね。時間制限あるんや。おー、すごいな、これ。よし。これ上には行けるの？行きませんよね、上にはね。うん。あ、幽霊。よし、連射連射。やばい。戻された。戻された。やばい。よし。あ、危ない。行き止まりだけど、何もないよ。何もないんだけど。ね、何もないですね。行き止まりですね。どういうことだ？うん。あ、開いた。よし。もうやばいですね。なんか、これ、体力か。あ、無敵ですね。あ、落ちたか。落ちたか。今のうちだ、今のうちだ。よし。よし。今のうち、今のうち。ずっと続きますね。意外と。意外と続くんやな、これ。やばいやばい。あ、やれた。あ、意外と面白そうですね、これはね。これはなんか、有野課長がやっても面白いんじゃないかなっていう。妖怪クラブ。やりました、これは。どうですかね。はい。というわけでね、今回これで終了しましょうか。はい。27分。まあね、今回は、外国人向けに作りました。本当かよ、みたいな。はい。というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。